モリモリ国へようこそ。イエーイ、皆さん、モリバンはモリっ子はモリとアサリガジュリこと小田まなみです。本日もモリモリ国へようこそに、どうぞよろしくおまんじゅう。イエーイ、クリ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 、イエーイ。というわけで、ちなみに小田っちの理想のプロポーズはどんな感じですか？私はやっぱり理想のプロポーズは、そうですね、まあ夢いっぱい、夢もりもりですけれども、サプライズがいいね。あの驚くやつね、あっと驚くサプライズプロポーズがいいですね。よくないですか？なんかそういう、なんかただ単に結婚してくださいよりは、なんかほらケーキ食べたらガリッって言って、うってペッって出したら、その指輪ですげえ血もついてるみたいなさいや、思わない。なんかそういう、何サプライズって何があるんだろうね。なんかあるかな、こうサプライズで。フラッシュモップ。あれすごく良くないですか？私あれ大好きなんですよ。あのあれでしょ、あの道の行く人たちがいきなり踊り出すやつでしょ。あれいい。あれ私やってほしい。ぜひやってくださいぜひやってください。本当にね、いいなあ。あれいいね。あれいいですね。確かにあれはいい。放送中に言われると、あ、放送中に結婚してくださいですか？え、でもそれって付き合ってなきゃダメですよね。付き合ってるの前提で言われないと。付き合ってなくても言われるんですね。いや、付き合ってない。付き合ってないで結婚するんですか？結婚の前提に付き合って。あ、放送中。例えばすごいアサリガジョリーがめちゃくちゃその人のことすごい好きだったら、あ、結局その人のこと好きか嫌いかじゃないですか、多分。何でもそうだ。そうですよね。私そう思うんですよ。あの女の人がマジあのキモいとか言ってるんだけど、それって例えばその自分の好みの人だったら同じことやってもなんか超良くないとか言って言うじゃない。だからあれは結局自分の好みなんだよ。結局誰がやったらいいっていう問題なんだよね、きっとね。これをやったらいけない、これをやったらいいとかじゃなくて、結局気に入られてれば 100% ほぼ 100%OK だし、気に入られてなければ何してもうまくいかないよっていう。男性の皆さん覚えといて、女性そういうとこあるから、そういうなんかちょっと汚いとこあるからねえ、男性どうなんですか？男性例えば絶対自分がありえないなっていう人にこうなんていうかモーションかけられるのってどうなんですか？気持ち悪いの？あ、気持ち悪いの？気持ち悪いんだ。やめ、ショックでしたね、ちょっとね。気持ち悪いのか。ないわ。ないわ。え、例えばすごいメールとか送ったりとかもキモいんですか？ないわ。それなんか、あの、どっちにもつかない男っているじゃないですか。その、なんていうか、その、私の友達にいる友達がすごいアタックしてるんだけど、その相手の彼が、ちょっとなんか、どっちにもつかないんですよ。あれは、何なの？あれは何なんですか？どっちにもつかない、あれは何なんですか？セフレとしておいておこう。いやーなー、そんな現実知りたくなかった。でもそういう関係でもないんですよ。いやだってそういう関係でもないんですよね。あれ何なんですかね。モテてる。なんか私たまにね、そういうね、ちょっとごめん、もうほんとね、すごいねなんかもうこれ止まんなくなっちゃうんだけどさ、もうこのすごい飲んでる席みたいになっちゃってるんだけど、思うんだけど、あのキープがね、私許せないの。男も女もなんでキープするんだよって。なんかムカつかない、キープって。私もね、残念、彼はホモってさ、新しいですけどね。あ、そういう場合もあるのかな。お姉かもね。あ、お姉ねそんな分かるもんじゃないの、言わないのね。なんかすごくね、キープ嫌なんです。なんか告白したけどなんかずっと友達でいるみたいな、なんか嫌なの。すごいキープ嫌いなの。だってもうはっきりすればいいじゃん。あのね、アサリーガジョリーはね、白黒つけたいの、何事も。なんかまだちょっと勢いがあるから、でなんかどっちかにしたいの。なんかこのね、なんか引き伸ばしておいて、なんかずっとなんか疲れてる自分に酔っちゃう人嫌い。嫌いやだ、そんなの。やだ。まあね、モテない女の僻みなんだけどね、ぶっちゃけね